はい、どうも、本日はですね、11プレイか、ボル5のボックスですね。ちょっと発売から少し日にちが経ってしまったんですけれども、こちら1ボックス買ってまいりましたので、すでに開封したんですけれども、何が入ってたのかのご紹介動画となります。はい、オリオンの刻印編としては、2つ目のライセンスですね。はい。アレスの時はそんなにライセンス買ってなかったんですけど、まあ、ボックスとかじゃなくても、2、3パックほど買う程度だったんですけど、この1個前のボル4の、まあ、オリオンに突入してからですね、ボックスで買うようになりましたね。はい。僕やっぱ稲妻ジャパンが好きなんで、各国のね、中学から、その選抜されたチームっていうのが好きなんで、まあ、今回もボックスで行きました。はい。で、ボックス、1ボックス18パック入ってますね。はい。早速見ていきます。はい。まず不動ですね。まあ、レアード4と、こちらですね。レアード4は、ボックス買えば確定で全部出ます。はい。ラインナップこんな感じですね。はい。で、まず不動ですね。で、吹雪。裏はこんな感じです。ヒロと。で、レモネード先輩。で、一星ヒカルの方ですね。前回のボル4はミツルだったので、ヒカルですね。で、達也。岩と。鷺沼、西影ですね。はい。星4の稲妻ジャパンは、のソロはここまでですね。はい。一冊は風丸が出ましたね。はい。風丸好きなんでこれ美味しかったですね。はい。で、これが星6なんで多分シークレットになると思います。はい。ヒロトのペンギンのことデビューの必殺技ですね。はい。めっちゃかっこいいですね。で、これがコンビカード。今回から初実装のコンビカードですね。はい。野坂と一星光る。ですね。はい。まあ、頭の切れる二人が、コンビ、として、はい。ただこれ光ってるのかなと思ったんですけど、光ってないんですよね。はい。裏は一緒ですね。はい。で、監督、手塩金運で、コーチとして工藤ですね。はい。で、青少の灰崎と軌道ですね。これもコンビカードですね。裏はこんな感じです。はい。で、アンドレアスですね。そんなに活躍しなかったので、印象は薄いですけど、アニメでは。はい。で、現在試合中の中国の、はい、キャプテンのチャオシーンですね。で、アンドレアスの裏は、こんな感じです。中国ならこんな感じですね。はい。で、最後ですね。はい。リ・ハオ。まあ、かっこ無敵から始まるということで。この子ね、めっちゃ好きなんですよね。なんか無敵ヶ原の時はそんなだったんですけど、回想シーン。中国の選手の回想シーン見てからなんか、こう愛情が湧いてきて、リ・ハオ。まあ、過去無敵から始まるですね。めっちゃ好きになりました。顔も可愛いというか、愛嬌がありますし、ちょっとこの子ね、敵チームだと、今のところめっちゃ好きですね。はい。ということで、以上ですね。はい。こちら、11ライセンスの、ボル5の開封結果動画でございました。ご視聴ありがとうございました。